イーロン・マスクがスパイだったんじゃないかっていう話が出てきて、ちょっとスクープじゃないですか。スクープなのかっていう。ニュース見てもらいたいんですけどね、はい、これロイター通信ですけど、これちょっと日本語、はい、はい、そうです、これね、ちょっと日本語をつけました、はい、すごい、実業家イーロン・マスクが経営する宇宙企業スペース X がアメリカのスパイ機関のためにスパイ衛星ネットワークを構築していると、ほう、スクープだと、だから協力していると、イーロン・マスクがスパイにアメリカの、ほうっていうんで、まあ言うまでもなくこの方ですよね、イーロン・マスク、はい、そうそう、この方なんですけどね、はい、ちょっとこれ楽しくなってきましたこのスライドもなんかもういい、こういうのちょっと出してみたいとかね。ああ、これあれ例の、そう、こういうお茶目なんで、ね、葉っぱ葉っぱに、そうそうそう、中継中に葉っぱ吸って、はい、えらいことになってるっていうね。なるほど。黙々で。はい。でまあ当然のことながら衛星飛ばしまくってるわけですよ今。まあね。あのスペース X でね。はい。でまあそれ中でかなりアメリカの情報機関に、うん、協力してると、うん、いうんで。うん、かなりスパイに片棒を担いでるんじゃないかと。まあ、まあ、でもアメリカのだったらいいんじゃないですか。そうそう、そうなんですよ。疑惑になっている、その、組織ってのはこれなんですよ。ナショナル。はい。アメリカ国家偵察局って。偵察局っていうのがあるんですか、うん、リコナセンスオフィスっていうやつで、アメリカで情報機関いっぱいあって、はい、で今日はちょっとね、その辺の、あれも、説明もしたいなと思ってるんですけど、はい、このアメリカのこの偵察局っていうのは、1960年に設立されてるんですけど、これね、92年まで、はい、あの、ここは公開されてなかったんですよ、存在を。ああ、これがそういう。ディクラシファイドってことで。なるほど。機密解除されてます。92年にやっと。それまでは存在すら認めちゃいけないっていう。へ、存在自体が、まあ、機密情報っていうことだったんですよ。で、バージニア州にあって、はい、まあで、ワシントン DC すぐそばですよね。うん、で、職員数3000人って言ってるんですけど、はい、これね、実はいろんな組織の人から、出向来てるんですよ。NRO、これは元々の組織なんですよね、はい。で、空軍、陸軍、CIA、これが、国家、地理空間、はい、まあ、情報局みたいですね。はい、NSA 国家安全保障局、海軍とか、で、まあ、宇宙軍ですね。はい。はい、とか、っていう人から集まって全部で3000人ぐらいの規模に、うん、まあ、なってますという、うん、まあ、そういう組織なんですよ。これは現在の情報。現在情報ですね。3000人っていうのは。はい。で、これが衛星を飛ばして、地上を見てるんですよ、うん。みんな映画でよく見るじゃないですか。はいはいはい。ね、スパイが地上を、はいはい、ビーッとビーッとフォーカスしていくみたいな。もう握られないやつね。そうそうそう、ね、はいはいはい。で、まあ実際こうやって衛星、でも何個衛星上げてるかとか、うん、その全部秘密だから、全くわからないんですよ。ただ、1年で多分7機、8機飛ばしてるって言ってるので、もしかしたら、過去振り返っていくと何年になるんですか、うん、すごい、まあ、何百何千のぐらいになってくるのか、はい、ここのね、プロモーションビデオってのがあって、これプロモーションビデオそうそう。 People have always thought that big ideas were impossible until we made them come true. ロケット、うん、Finding new ways to innovate. こうやって飛ばしながら。Helping humanity. Prepare for the unpredictable. アメリカの機関ってこれ作るかっこいいじゃないですか。ハリウッドですからね。ねえ。Home. We see from the perspective of stars. そう、本当に。じゃこうやってこういう映像で全ては地上を見てますと。もうすぐ終わります。To keep the world safe. うん。世界を守ってるぞ。うん。さすが。その通り。かっこいいですね。かっこいいですね。かっこいいですね。で、まあまあ、こういうふうに、まあ、プロモーションも作ったりして。なるほど。やっぱイメージ戦略大事なんで、っていうのは、これはやっぱり、一人来てほしいんで。だからこういうかっこいいの作るの、アメリカでは、どこの機関もやってるか、ね。なるほどね。これで、ちょっとアメリカの情報機関っていうのをね。はい。これもスパイなのって思うじゃないですか。これもスパイ機関みたいな、はいはいはい。実はアメリカって18個あるんですよ。何が？スパイ機関。そんなで、これちょっと勉強をちょっと。おお、すげえ。これ。インテリジェンスコミュニティっていう呼び方をアメリカでしてて、うん、IC って。だから IC、IC って言い方するんですけど、はい、でアメリカの IC はトップにこの真ん中ですよね。国家情報局っていうのがあって。はい。で、これを元にこの下に17個あるんですよ。あ、すごいな。で、ここにあるのが今のですよね。はい。NRO ですよね。はい。で、例えば CIA がここにあったり。はい。CI の上なんですか？ NSA ですね。国家安全保障局とか。見たことで、これは、国土安全省とか、いろいろ、まあね、FBI とか、いろいろこう全部、そういうのも合わせて、全部それを吸い上げていくのがここなんですよ。はい。で、ここが大統領に直接、この長官が、
今女性の方ですけど、この人が直接やると。じゃあ周りの組織は真ん中に一回上げる、ね、上げるっていう状況になると思います。ただ CIA とかはちょっと特別で、これは時間に直接ブリーフィングとかするので、また違う。まあでもそれでも一応このコミュニティの中に入ってるので、アメリカの IC から出てきた情報のリポートですみたいなことになると、大体ここが取りまとめたもの、全部取ってるんで、それをどこまで出していいか悪いかを全部判断して、表に見せるっていうやつです。とにかく、こういう人たちがスパイしまくってるわけですよ、世界中で。いやいや、そうですよ。ハッキングしまくってるし、ここはもうヒューミントですよね。で、これが今の宇宙のやつ。で、ただこの宇宙のやつね。はい。宇宙の実力ってどんなもんなのか知りたいですか？映画とか見た、映画とかで見ると、はい、とかフォーカスしてやってますけど、ね、これね、実はバラした人がいるんですよ。この能力を。数年前に。誰ですか？某、ドナルド・トランプさん。某って言ってもあれですけど。これね、2019年のツイートなんですよ。大統領の時に。はい、これ見たら、イランの、はいはいはい、いわゆる衛星発射、はい、その拠点の衛星写真なんですよ、はい、でこれ実は失敗したのを写真に撮ってるんですよ。そういうことですか。で衛星からずっとそこの発射台を見ていて、はいはい、さっきの NRO が、はい、失敗したと。いや失敗したいやいや実は失敗しました。でも発表しないんでイランは当然。ああまあね。でそれをアメリカの情報局の人の、うん、NRO の人が大統領に朝ブリーフィングして、はいはい、失敗しましょう、イランと。見てくださいよ、これ。そうそうそう。で、トランプが、そうかそうか、ちょっと持ってていいっつって、で、持ってて、で、実はこれね、こうよく見ると、写メ撮ってるんですよ、トランプが。こう影映ってる。実は。あ、本当だ。そうなんですよ。あ、そういうことなんですね。みんな帰った後で、こっそり写真撮って、写メ。で、あ、ツイートしてたんですよ。ねえ、これであいつは失敗しただろ、イラン。情けねえ、みたいなこと書いてるわけですよ、これね。全部見られて。そう。これが大問題なんですよ。そうです。何が問題になったかって言ったら、要は、これはね、やっぱ、ね、専門家が見たらね、はい、どの衛星が撮ったのかまで分かるわけですよ。そうなんですよ。で、これなんですよね。ほう。この USA224 っていう衛星が、これを撮ったと。しかももっと分かるのは、アメリカの衛星の解像度の能力。はいはい。どれぐらい、細かく衛星から見れてるのか。で、これが結構最新の、あれなので衛星なんで分かっちゃうというのがさっきのツイートからあって、実はもうこれトランプはツイートしちゃったんで、はい、NRO はこうやってもう逆に、はい、あ出しちゃった出しちゃったんですよ。もうこれもう無理だ機密解除そうそう変なこと言われても困るから、なるなる、だから正しい情報を出さないと、うん、ってことでこれ出したんですよ。結構でも成功に成功、ここイランのここなんですけど、これ10センチって言われてるんですよ。それをバラしたんですよ。そう。10センチだっていうことがバレたわけですよ。10センチまでバレるんですよ。で、大体、サクッと撮ったらこんな感じなんですよ。上空から。おぉ、すげえ。めちゃくちゃ鮮明でしょ、車のこの、はい。だって、もっとっと寄れば、人間なんなら顔認識できますよね。うん、ぐらいはいけてると。すげえ。だから、衛星でですよ。衛星のカメラってそんなすごいんですか？すさまじいんですよ、ね。本当映画と同じですね。いや、本当にそうなんですよ。はい、電柱か、わかんない、いろんなとこセンサー置いてあって、うん、カメラがあって、それと連動させれば、顔合わせて、はいはい、で上から撮れば、移動も全部行くからっていう。だからここまでは一応できるということなんですよね。へ、リアルタイムかどうかわかんないです。地球回ってますからね。衛星回ってないですけど、はいはいはい、だから何機あるかっていうのが重要になることですけど、これをバラしてしまった人が、今度また大統領になるからっていう今話になってる。またバレるかもしれないですね、いろいろ。そうそうそう。で、なんでバラしたかと、しかも姑息じゃないですか。後で写メ撮ってるって。バラしたっていうよりも、そうそう。嬉しくなっちゃった。失敗しやがったっつって。そう、認識ない。で、多分彼の認識としたら、今度持っててもしょうがないと言わなきゃ。ああ、まあね。うん。で、恥さらしたと。やった方がいいんじゃないかと。っていうことですね。いうことなんですよね。こういうもの技術の裏に、だから最初言った通り、イーロン・マスクがいて、ね、これがスペース X ですよ。はいはいはい。で、スペース X が最初の情報ですけど、けしからんとアメリカの情報機関のね、うんうん、ロイターとか書いてたわけですよ。うんうん、だけど、その協力してるに決まってるじゃないですか。まあ、だから、いいじゃないですか。地獄の名だったら、そうそう、いいじゃん。まあ、いいだろうっていうね。はい。一応、でも、まあ、それにお答えする意味で、はい、今、これあれですよ。スターリングね。はい。こんだけ、こう、青になってるのは、これ、アクティベートされてるところ、ね。ああ、使えると。日本も、完全に使えますよね。はい。で、こうウクライナはね、使えるってしてないんですよ。でも、使えてます、完全に。なるほど。で、でも、他のところは全部使えてるわけで、はい、はい。これだけ今。結構、南米が、南米とかそう、インフラが整ってないところですね。アジアはやっぱりそんなでもないですね。うん、そうですよね。うん、で、まあ、意外にインフラ整ってるってことで、今、だいたい70カ国って言ってますよね、使えるのが。はい。70カ国で、これは、2023年の9月の段階で、200万人使ってるって言ってます。うん、なるほど。
世界で。なるほどね。うん、で、これに協力してるんですよ、だから。へぇ、これね、スターリンクがこれで。なるほど。っていうことなんですよね。はい。で、まあ、これさっきのウクライナ。ね、うん、はい。っていうとこなんですよね。はい、で、ウクライナには実はもう2万個行ってるんですよ、スターリンク。へぇ、っていうことですよね。で、オペレーション費用1億ドルとかって。オペレーションだけですよ。で、これでもほら、もう、実はアメリカとイギリスとポーランドがお金払ってるんで、へ、当然お金もらってるわけですよね。で、こんな写真も出てますし、っていうことで、仲いいじゃないかと。なんで大場さんがいるんですか。いや、だからまだ開発段階の時ですよね。あ、これから昔の写真。昔の写真。だからかなりのお金をアメリカ政府も、なるほどね。スターリンク出して、スペース X に出してるので、なるほど。今更何言ってんだと。うん。そりゃそうですよ。ね。で、だから。ただで金出すわけねえだろうって話ですよ。そうそう。だから、ロイターとしてみれば、うん、このタイミングで出すのには何か裏があるんじゃないかっていうのはね、ちょっとあったりするわけですけども、こういうことになってるということですよ。はい。で、まあ今回のニュースで、こう広げていくと、やっぱりね、ここに行き着いたなっていう、うん。なるほど。でしたね、これ。トランプだね。トランプさん。はい。自己申し訳ないだったらいいんじゃないですか。うん。はい、いや、だからまあ、スパイの世界面白いなっていう話。わかりました。